山崎さん。では宣伝の方手短にさせていただきたいなと思います。はい、あたこちねこちらに CD 売っておりましてね、またね声かけていただけたらなと思うんですけども、ここにある一つねリーダーの CD 光というのがあるんですけども、そっちじゃないですね、持ってへん方が僕のリーダー、そうです。あ、もういいです。はい、見せてもらったら、あ、見せてもらってもいいです。でもね、それがあるんですけど、その作ってる曲っていうのがね、実は私に神様からね、メッセージをいただいてね、作った曲なんですよ。あの世の話、この世の話、その関係的なスピリチュアルな内容、すべて神様からメッセージをいただいて作った曲なんですよね。それね、ほんま直接いただいたんですよ。けど昨今ね、スピリチュアルブームじゃないですか。インターネット調べたら結構いろんなことね言うてる人いてるから、そこでも情報を得るんですけども、私は直接インターネットではなく神様からメッセージいただきました。ありがとうございます。で、神様をほんまに何でもご存知なんでございますよね。でも私神様とねやり取りした時に聞いたんですよ。神様はなんでそんなにいろんなことをご存知なんですかって聞いたら、神様は答えました。そりゃわしは何でも知ってんねん、わしは神やからな、なんでか言ったらインターネットで調べたからなみたいな話をありがとうございました。ありがとうございました。はい、その11秒